ちゃん。おお、浩二。作文で賞取った。すごいじゃん。タワー帰ってくれよ。父ちゃん、戻ってくるよね。じゃあ行ってくるね。なんで俺がこんな苦労しなくちゃいけないんだよ。なんかあいつさ、胃がんらしいよ。余命3ヶ月だって。お父さんのお見舞い行った方がいいと思う。いや、キッチンにはタバコなんか吸うんだ。うん、父の死後に明かされる真実、憎くて愛おしい家族の物語。ブランク13。彼とは麻雀どうだろうね、週9日ぐらいやってました。息子たちを宗教でお世話になって。何回ぐらいやります。甘いジュースを償いを歌ってました。油かたびら、油かかるだけ見させる。いやいや、一回ぐらい抱かれたかったぞ。作文を出してきたんです。夢の球場って。父のことは大嫌いです。でもブランク13。